誠の京都道案内。皆さん、はじめまして、誠です。突然ですが、誠の京都道案内という動画を始めることになりました。この動画というかシリーズになると思うのですが、主に京都の情報を紹介していきます。個人的に良かった場所やお店などについて話していくので、有名な場所を紹介することもあれば、マニアックな場所が登場することもあります。京都にお越しの際は、ぜひ訪れてみてください。また、こちらの画面に写真が映ることもありますが、基本的に音声メインです。動画というより、ラジオのような感じなので、家事や仕事、勉強などをしながらでも聞いてもらえると嬉しいです。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。記念すべき第1回は上賀茂神社です。京都市内で有名なところは八坂さんや清水寺、金閣寺などたくさんあります。機会があればそういったお寺さんや神社もご紹介できればと思っています。上賀茂神社ももちろん有名ではありますが、京都観光で みんなが必ず訪れるという場所ではない気がします。実際に私も修学旅行などでも訪れませんでしたし、名前は聞きつつも訪れない場所でした。どちらかというと下鴨神社の方が有名かもしれません。鴨川デルタと呼ばれる鴨川が合流する、出町柳にある下鴨神社は交通の便もいいですからね。出町柳は商店街も味があり、散策しがいがあるのですが、またの機会に紹介します。上賀茂神社は古くからある神社で、世界文化遺産にも指定されています。詳しくは上賀茂神社のホームページで見てみてください。よく知られているのは5月に開催される葵祭りの終点の場所としてでしょうか。京都御所から始まり、下賀茂神社を経由し上賀茂神社で終わります。境内が広く、一の鳥居をくぐると広場があり、春から秋口まで地元の親子連れの方がピクニックしている姿も見られます。コロナの影響でお土産屋さんや飲食店さんが時短営業されていたのもあり、私が行っている時は人が少なく、とても静かな気持ちになりました。二の鳥居をくぐると空気が変わる気がします。境内には全国でも珍しく川が2本流れ込んでいます。それぞれみたらし川、おもの井川という名前で、手を洗う、また神事などの、道具を洗うというそれぞれ役割があったと言われているそうです。この清流の音を聞いて癒されてはいかがでしょうか。境内を散策するとすごく厳かな気分になりつつも、温かい気分になれる、そんな不思議な空間です。それぞれの川の川幅は小さいのですが、川を端から見てみると木のトンネルがすごく綺麗でした。おそらく新緑の時期には緑が生え、紅葉の時期には川も赤く染まると思うと、季節ごとに行きたくなる、そんな場所だと思います。社務所には、お守りや御朱印などいろいろ販売されていましたが、独特なイラストの描かれたグッズも実は販売されていました。なんとも口では説明しにくいので、気になる方はぜひ行ってみてください。最後に上賀茂神社への行き方をご紹介します。 JR 京都駅からバスの場合、市営4番で上賀茂神社前か、市営9番で上賀茂御園橋下社なのですが、個人的には市営9番がおすすめです。上賀茂御園橋下社だと、約500メーターぐらい、徒歩6、7分、歩かなければいけないんですけれども、バスの乗車時間が市営9番だと約40分に対して、市営4番は約1時間なんです。
CA4 番は結構混むルートを通っていくので時間がかかると思った方がいいです。おすすめのルートは、確かに JR 京都駅からだとバスの方が、まあ、近くまで行けるんですけれども、おすすめのルートというのは地下鉄烏丸線で北王子か北山駅まで乗って、そこから鴨川沿いに遊歩道を歩いていくというものです。川沿いの遊歩道は景色も良くてすごく清々しい気分になります。ただし遊歩道は日陰などはほとんどなくて、橋の下とかしかないので、日焼けが気になる方は日傘など対策をしっかりすることをお勧めします。京都の自然の景色を楽しみながら、上賀茂神社の神聖な雰囲気に浸ってはいかがでしょうか。というわけで、誠の京都道案内の第1回はここまでになります。いかがでしたか？第1回なので、これから改善しながら、よりよく発信していこうと思います。感想などありましたら、コメントいただけると嬉しいです。また、知りたい京都の場所などもコメントいただけたら、良かった場所であれば早めに話していくかもしれません。これからどうぞよろしくお願いします。次回もお楽しみに。まことでした。